本つけますね。失礼します。21Lですね。そうです。じゃあこちらは見えますか？それでは今から左右の耳をチェックします。では大きく息を吸ってください。では目の中でもう一度ちょっとだけ見せてください。失礼します。ほっとできるひとときを、ひろみボイス。今日は検査の方が多いわね。次の方のカルテを、2022年の9月26日 MRI まで撮ってる。10月には健康診断もされていて、まだ若い方だよね。今日って MRI の部屋午後空いてましたっけ？今から30分くらい後かな。はい。あ、大丈夫。はい、ありがとうございます。いろいろとヒアリングしてから行っていこうかな。 OK。 じゃあ次の方お呼びください。お願いします。こんばんは。どうぞおかけください。今日もお越しくださいましてありがとうございます。2年前にも検査来てくださいましたよね。お久しぶりですね。どうですか、最近のご体調など。ああ、そうですか。はい。ああ、最近で言うと具体的にどのくらい前からですか？あ、そうですか。今年に入っても、1月も2月もですね。その時は病院には行かれましたか？何かに行かれました？耳鼻科と内科ですね。はい。お薬は効きましたか？どういったお薬を飲まれましたか？クラリスとカルボシステインですね。あと、整腸剤ですかね。はい。それも服用して、どのくらいで、ああ、そうなんですね。なるほど。今も薬は飲まれてますか？漢方ですね。どの漢方でしょうか？お願いします。はい。あ、副鼻腔の方ですかね。わかりました。これは今も飲まれてるんですね。はーい。継続中。あと、今も通院している病院はありますか？あ、薬をもらいにね。はい。わかりました。ありがとうございます。今日ね、検査、MRI までね、ご希望ということなんですけれども、まずは、体調、熱がないかとか、血圧、血液血管の状態に異常がないかっていうところをチェックした後でご説明差し上げたいと思います。はい。こちら、脇に挟むタイプです。お願いします。なりましたね。失礼
願いします。36度2分ですね。はい、月に血圧を測ります。じゃあ左腕お借りしますね。服はそのままで大丈夫です。腕を下ろしていただいて大丈夫ですよ。上が112で下が76ですね。脈拍は67ですね。体温も血圧も問題ありませんでした。それでは今日の検査のご説明を差し上げたいと思います。今日行う検査は4つございます。まず1つ目は視力検査です。目の検査と言った方がいいかもしれません。まずですね、目のですね、眼力、眼球の弾力をチェックさせていただきます。これは視圧して確認をします。次に、ライトを使って目の中を拝見します。その後に、私の指をこう折っていただいたり、視力検査をして視力を数値で確認したいと思います。はい、続いては耳の検査です。はい、目をつむっていただいた状態で左右から聞こえる私の声、そして何と言っているかというのをですね、耳で判断していただく聴力検査を行います。また左右からだけではなくて両耳から聞こえるですね、聴力も確認していきます。3つ目は、脳神経の検査です。脳神経というのは顔にですね、多く分布しております。痛いとか柔らかいとか熱いとか冷たいとか、いろいろな感覚を私たちは顔からも感じることができますけれども、それをですね、ちょっといくつかの方法で試していきます。あとですね、首にもたくさんの神経が通っておりますので、少し首を触診していきます。途中でもし痛かったりとか、こうちょっと変な感じがするということ、どんな些細なことでも構いませんので教えてくださいね。はい、そして最後に MRI を撮ります。 MRI は横になって行いますので、ヘッドホンを装着して、覚えてますかね、おととし、そうです、そうです、ちょっと時間がかかるので、ぜひこうヘッドホンから聞こえる音をね、聞きながらお眠りになっていただいて大丈夫です。検査といっても身構える必要は何もありません。むしろあなたの普段の様子を知りたいので、ぜひリラックスした状態で、構えていただければなと思いますし、私どもも病院のコンセプトとしてホッとできるひとときを提供できる病院というものをコンセプトにしているので、そうなんです。なんか途中で眠たくなっちゃったなとかね、そういうことがあれば
うとうとしていただいても構いませんので、どうぞ緊張なさらずにですね、今日はもうとっても疲れたと思うので、ゆったりした気分で臨んでいただければなと思います。はい、では早速始めていきましょう。よろしくお願いいたします。すみません、その前にちょっと心臓と肺の音を聞かせていただいてもいいですか？すみません、大事なことを忘れてました。じゃあ少しだけ服をまくっていただいて、はい、楽にしてくださいね。失礼します。見せてくださいね。失礼しました。肺の音も綺麗でしたし、心拍音も正常でしたので、このまま続けましょう。はい、ではまずですね、目を少し視圧していきますので、お痛みですとか違和感があれば教えてください。念のためもう一度消毒をします。
OK です。それでは次にライトを使って目の中を見ていきますね。失礼いたします。少し眩しくなりますよ。次に私の指を折ってください。片目ずつ行きましょうか。まずはこちらを隠していただいて、手でいいですよ、はい、ではしっかりとこの指をこの辺りですね、折ってくださいね。この部分見てくださいね。いきますよ。では続いて視力検査です。今日はスネレン指標といってアルファベットを答えていただきます。ではまずこちら、これは何ですか？いいですね。そうです。じゃあこちらは見えますか？
senior Z。 はい、そうです、 exactly ですね。では、これはどうでしょうか。うん、見えますか。 F ですね。 F ですね。で、これはこの8のところ、うん、V ね、 V ですね。そう、ではこれ、そう、これ見えますか。うん、あ、そう、右じゃなくて C ね、 C、 ククC です。では最後のところですよ。これはどうでしょうか。ちょっとわからないですかね。正解は T ですね。 T です、ね、OK です。わかりました。はい、続いて聴力検査を行います。まず両耳で聞こえる聴力を確認します。私に背を向けていただいて、ヘッドホンをつけていただきます。聞こえてきた数字をお手元のタッチパネルで入力をしてください。わからなかったらそのまま何も入力せずにいてください。では、ヘッドホンをおつけします。ぐるりと回って私に背を向けてください。
仕様にタッチパネルでお答えいただきたいのですが、今度は数字だけではありません。何かの名前が聞こえてきたときは、タッチパネルにその回答となる選択肢がいくつか出てきますので、聞こえたものをお選びください。それでは今から左右の耳をチェックします。どちらの耳から聞こえてくるかはわからないので、視線体で構えて聞こえてきたものをお選びください。キツネ、猫、コアラ、おにぎり、ささやきはお好きですか？バイノーラルはお好きですか？白熊ちゃん、ホットケーキ、スキンケア、保湿、
神経の検査を行います。今から目を閉じていただきます。そして私がですね、こちらのブラシを使ってお顔を部分的になぞります。今どこの部位をなぞられたのか教えてください。それでは目を閉じてください。失礼します。そうですね、おでこです。続いて首を触診します。痛いところとか違和感を覚えるところがあれば教えてください。摩擦を起こさないようにオイルを薄くつけます。
最後の検査です。ちょっとお疲れですか？大丈夫ですか？あと一つなのでよろしくお願いします。次は MRI 室に入っていただきます。ご案内いたします。失礼いたします。よいしょ。はい、ちょっとね、暗くなりましたけれども、そのまま眠っていただいて大丈夫ですのでね。 MRI を始める前にもう一度ちょっと聴診器で胸の音、そして目を少しチェックしますね。失礼します。楽にしてくださいね。
れ様でした。ちょっとね、長いたくさん検査がありましたけれども、よく頑張りましたね。そして検査の結果なんですけれども、すべてね、異常は見受けられませんでした。まず視力の方ですね。眼球の弾力も十分にありましたし、あとは目の動きもね、とてもスムーズに終えていたかと思います。はい、視力の方も両目で1.5 はありましたので、かなり見えていたと思いますね。前回よりもちょっと上がった、数値が出てますね。はい、続いて聴力検査ですね。聴力検査はとても良い結果でした。特に耳がすごく抑えているんじゃないかなと思います。はい、で脳神経の方もかなり繊細に敏感に反応ができていたので、とてもこちらも良かったかと思います。ただちょっと首の筋がかなり張っていたので、首のマッサージとかですね、ご自身でもよくよくされるといいかなと思います。首が凝ると、首って自律神経ともかなり濃密な関係がありますので、ちょっと疲れてしまったり落ち込みやすくなってしまったりということも相関関係としてはありますので、ちょっと首のケアをねされるといいかなと思います。はい、で MRI なんですけれども、こちらもですね、特に異常が見つからなかったです。1年半前とさほど変わっていなくて、脳っていうのは年齢とともに萎縮していくものなんですけれども、そのスピードもゆったりとしたものですので、とてもいいかなと思います。はい、はい、それで最近はちょっとね、調子を崩しやすかったりとか、眠れなかったりですとか、ちょっと不安になりやすいということだったんですけれども、医療の検査上はほぼ100点満点に近い状態でした。ただ医療の検査ではこう捉えられないような不調とか原因があるっていうのも事実だなと私は考えています。例えば自律神経が乱れてしまう、その背景にはお仕事だったり人間関係だったり、あとはこの時期ですと急なね環境の変化、一人暮らしを始めたり、お仕事が無修了になったり、新しい仕事を始めたり、学校が変わったり、クラスが変わったり、いろいろなね変化が出てくる時なので、そこに急に適応するっていうことは人間はなかなかできないものなんですよね。そこの適応をする最中に脳が混乱をきたしてしまうことがあります。そういった時はですね、体をまず温めること、血液の循環を良くすることがまずファーストステップです。これにはストレッチですとか、しっかりと栄養素を取るですとか、運動をする、歩くだけで十分なんですけれども、ということが効果としてありますし、もう一つ深く呼吸をすることも本当にとっても大事なんですね。そうなんです。なので息をゆっくりゆっくりゆっくり吸って、ふーっと吐く。ちょっとやってみましょうかね。まず肩をこうちょっと緊張しているので下ろして、グーッて上げて、ほーって下ろして、そう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 、
息をまずゆっくり吸いましょう。ゆっくり吐きます。とっても上手です。もう一度吸って、ゆっくり吐きます。息をゆっくり吸って、方法もあります。これは主語を私にして、私や僕や俺や何でもいいんですけれども、自分に主語をして、私は体がどんどん楽になりますとか、私は毎日頑張っていてとっても偉いですとか、私は新しい環境に適度に慣れて楽しい日々を迎えますとかね、こうなったらいいなっていう未来とか、自分は今頑張ってるからいっぱい褒めてあげようということを声に出して言ってみてください。もしですね、一人でできなかったら、アファメーションの言葉を聞き流すのもとてもおすすめです。私と提携しているですね、ひろみボイスというですね、 ASMR の、チャンネルでもそういった動画作っておりますので、よかったらご活用ください。とてもね、耳が敏感でいらっしゃる方なので、きっとこう自分にとってマイナスなこともね、耳に入ってしまうタイプだと思うんですね。で、耳の中を物理的に洗うことはちょっと難しいので、あ、今日嫌なこと聞いちゃったなっていう時は、ぜひアファメーションを聞き流してちょっと耳を洗浄してあげるといいかもしれないです。はい、そして何よりも大切なのはリラックスすることですので、日常の中で少しでもほっとできるひとときを作ってみてください。大丈夫です。あなたはどんどん楽になって、どんどん人生が幸せになっていきますよ。大丈夫。また何か気になることがあれば、お気軽にお越しくださいね。それでは、本日もありがとうございました。またお会いしましょうね。おやすみなさい。